大正13年に、はい、あの旅館を開いたそうです。今だから98年目だね。マサイ旅館やる前、マサイをやっていたと。マサメの木を切って割って屋根を吹く、はい、それを家業にしていて、屋号を決めるときに、はい、みんな世間でマサヤマサヤって言うんだから、屋号はマサヤだって言うんで、それで決まってマサヤ旅館になったんです。旅館はね、女性が、女将が主力、あの料理から全部ね、男は別な職業だった。なるほど、ね、建物自体はこの今の建物の前の建物ですね。看板はそのまんま今の、ね、戦争当時、はい、あの袋地かな、はい、演習地があったんで、はいはいはい、あれの演習に来て、あの幹部の人を、はい、休憩所に使ったっていう話は聞きましたけどね。なるほど、徴兵検査の、でここに泊まったんだとか。ここね、進駐軍泊まってったんでね。え、あ、そうですか。ええ、はい、あの主戦ね、はい、学校が帰ってきたら進駐軍はアメリカさん待っていて、アメリカ兵待ってて、はい、してやっと脇抱えられて2階に連れて行かれて、はい、そしてチューインガムやチョコレートくれるんですよ。ここのその前の通り、まあ、駅前通りっていう言い方したらいいのかな、これね、駅前通りって言わんでね、はい、あの別称はね、親不孝通りっていう名前があった。昔遊郭もあったでしょ。やっぱり男の人たちが集まって、じゃあお酒飲もうかっていう宴会の、この一帯だったんで、ここなんですね。だから親不孝通りとついたんでね。食料事務所もうちの斜め向かいぐらいにあったんですよね、当時。旅館があって、ええ、遊郭があって、そう、食料事務所もあって、食料事務所もあって、お店屋さんもあるし、それから馬の蹄鉄直したり、当時の考えたら結構な重要なのがここにあったんでね。この裏側の通りが片隅通りっていうんだね。え、片隅通り、はい、向こう側、いや片側、国鉄感謝、町民が住めないから、はい、鉄道感謝があって、保線区もあって、だから片隅通りでついたんじゃないかと思ってね。なるほど、うん、駅長さんから、自分から、保線区長さんから、はい、あと一般の、はい、あの国鉄の職員さん、うん、もう住んでたんですね。住んでたんだね。なんか一つの集落じゃないけど、ね、だから国鉄自体が国鉄一家だからね。国鉄職員の子供さんもいっぱいいたからね、はいはい、あの線路またいで野球よくやっとった。友の駅、あの今全然別の形で、あそこ池があって公園があったんです。あそこはまあ遊び場ですね。3番線あったけど、3番線使われてないからね。あ、そうですね。うん、3番線って、そういえば。そう、ありましたよね。ありました、ありました。こっち側に、引き込み線もあったんですよね。だから、実際にはさ、線路が4本ある。そうですね。旭川を上りにしたら、はい、下りが1番線だったかな。上りが、うん、そうだ。ね、そういう意味はっきり列車は分かれとったから、旭川に行く方が向こう側ですよね。うん、ね、渡ったよ、ね。渡った記憶あります。ね、なんか、で、帰ってくる、こっち来る方が手前だったんですよね。手前ね。で、さらに向こうにももう一本あったんですね。うん、もう一本。ああいう、上から通路かかってないな。そうだ、かかってない。あ、まだなかったんですね。あ、線路を横断して渡ってたね。プラットフォームみたいなのあったんですか？プラットフォームはあったよ、向こう側にも。向こう側にもあって、だけどそこは道路を、線路を横断して、線路を横断するようにね、はい、ホームが切れて、階段ついてった。踏切だった、早く言え。